こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。マクドナルドのハッピーセットで8月16日から発売されてるオールスター水鉄砲というやつになります。で、これすごいんすよ。あのタカラトミーさんのなんていうんですか、オールスターみたいになってて、シンカリオンとかドクターイエロー、多分プラレールのドクターイエローで、あと SL とかね、あのトランスフォーマーとか、あと救急車とかね、本当にオールスターっていう感じのねラインナップになってます。で、しかも水鉄砲ということで買ってきました。はい。で、以前ちょっと辛い経験がありまして、ちょっと食べ過ぎちゃってね、ちょっと気分悪くなっちゃったことがあったんで、個数はあんまり無理してないです。全部で7種類ということで、これ絶対一人で食えないんで、ちょっと開けますね、出します。はい。で、今回はこちらの3つになります。で、もちろんね、欲しいのは、いや、もう多分皆さんも一緒かなと思うんすけど、やっぱシンカリオンですよね。これがやっぱ一番欲しいなと。で、あとドクターイエローとか、あと SL ですよね。トランス、シンカリオン当てたいんすけど、これね、ちょっと待ってください。これ袋、これもう、これ、こうした瞬間に、これ大体何が入ってんのか分かっちゃうっていうか、いう感じなんですけど、まあ、とりあえずね、一番分かりやすいこれ開けちゃいたいと思います。もうこれ開ける前から分かっちゃう。はい、では、よっしゃ。いきます。はい。ですよね。ですよね。これね。はい。まあ、こんな感じの紙が入ってました。で、遊び方はこんな感じです。あ、水入れて、で、くるっとね、手で回すみたいですね。ということで、まあ、本体はこんな感じ。こうですかね。こんな感じで、こうなってます。では、行きます。はっ、行きます。はっ、次は、2つあるんすけど、とりあえずこっち行きましょう。もう持った瞬間に分かっちゃう。こっち開けます。もうちょっと、でもちょっと嬉しいかな。これはちょっと嬉しいっすかね。はい、じゃあ開けていきます。さあ、何が出るでしょうか。もう持った瞬間分かっちゃうんですけど、いきます。はっ、よいしょ。はい、ドクターイエローです。まあ、これは正直当たりっすよね。かなり当たりじゃないかなと思います。で、ほんとね、可愛らしいドクターイエローになってますね。テコロシリーズのドクターイエローっぽい、そんな感じがします。で、こちらはここかな、ここから水がピュッと出るようになってるみたいですね。で、説明書がこんな感じの説明書になってます。では、水を入れて、よいしょ、よいしょ。いや、なんかすごい入りにくいですね、これ。なんかね、もう水の入りがね、結構悪いですね。あ、こうですね。こうやってちょっとずつ、入れた方がいいですね。まあ、だいたいこんな感じで入ったので、ちょっと打ってみたいと思います。ターゲットはあそこにいるアヒルさんになります。じゃあ、かわいいアヒルさんをちょっと狙ってみたいと思います。では、アヒルさんめがけて、いきまーす。ほっ！あー、届きますね。いや、でも結構握力いるかも。あ、でもちゃんと届く。あゆさん熱かったでしょうかな。では、最後はこちらです。最後はね、ちょっと大きいんで、まあ、ひょっとしたらという感じはするんですけど、なんでしょうね。当たってくれてたら嬉しいんですけどね。では、シンカリオン、来てください。いきます！はぁ！ほっ！いや、まあね、まあまあ、これでもいいっすよ、いいっすよ。いいっすよ。これは C12 蒸気機関車の水鉄砲になります。いや、まあでも結構いい感じじゃないですか。敵自体は悪くないような、そんな感じっすね。可愛らしいっすもん。
で、こちらの、あ、そうそう、これちょっと変わってるんですよ。あの、面白いやつで、水がね、こう、まっすぐ出ないんですよ。こっちと、こっちと、こっちに出るっていうね、すごい変わった水鉄砲になってるみたいなんです。あ、そうそう。で、説明書見ると、こんな感じで、そうそう、こうなんですよ。では、あ、これはね、結構入りやすいですね。では、では、これで、いきますよ。はぁ、あ。これじゃあ行きますよ。はぁ、あ、冷たこれすごいね。はい、いかがだったでしょうか。こちらの水鉄砲なんですけど、まあ、個人的に一番気に入ったのは C12 蒸気機関車です。まあ、こちらの3方向からこれ水が出るので、なかなか面白いなと思いました。こういうタイプの水鉄砲ってあんまりないっすもんね。で、あの、こちらのドクターイエローなんですけど、水結構吸わないんですよ。思い切りくしゃって潰して吸おうとすると、なかなかこう膨らんでくれないっていうか、水を吸ってくれないので、まあ、ちょっとずつね、水を吸い込んでいくような感じで水入れた方がいいのかなと思いました。ということで、今回はマクドナルドのハッピーセットのオールスター水鉄砲で遊んでみました。ただちょっとね、あの、やっぱりこのシンカリオンの E5 ハヤブサがね、やっぱり欲しいので、また機会があったらハッピーセット買ってみたいと思います。ありがとうございました。